オルセイ美術館はフランスのパリにある19世紀美術専門の美術館である。印象派の画家の作品が数多く収蔵されていることで有名。オルセイ美術館の建物はもともと1900年のパリ、万国博覧会開催に合わせて、オルレアン鉄道によって建設されたオルセイ駅の鉄道駅車検ホテルであった。設計者はビクトール・ラルーである。もともとオルセイ駅は オルレアンやフランス南西部へ向かう長距離列車のターミナルであり、かまぼこ状の大屋根の下の地下に10銭以上のホームを備えていた。狭くて不便だったことから、1939年に近距離列車専用駅となり、駅施設を大幅に縮小した。その後、この建物は様々な用途に用いられ、一時は取り壊しの話もあったが、1970年代から、 フランス政府によって保存活用策が検討され始め、イタリアの建築家、ガイアウレンティの改修により19世紀美術を展示する美術館として生まれ変わることとなった。こうして1986年、オルセイ美術館が開館した。美術館の中央ホールは地下ホームのトレインシェットによる吹き抜け構造をそのまま活用している。建物内部には鉄道駅であった面影が、 随所に残る。現在ではパリの観光名所としてすっかり定着した感がある。なお、旧印象派美術館の収蔵品はすべておるせいに引き継がれている。館の方針としては原則として2月革命のあった1848年から第一次世界大戦が勃発した1914年までの作品を展示することになっており、それ以前の作品はルーブル美術館。 以降の作品は、ポンピドゥセンターという役割分担がなされている。絵画、彫刻だけでなく、写真、グラフィックアート、家具、工芸品など19世紀の幅広い、視覚芸術作品も収集、展示の対象になっている。オルセーでは、印象派やポスト印象派など19世紀末パリの前衛芸術のコレクションが、 世界的に有名だが、19世紀の主流派美術で、後に傍客されたアカデミズム絵画を多数収蔵、展覧し、その再評価につなげていることもこの美術館の重要な活動の側面である。オルセイ美術館の外観オルセイ美術館の祝祭の間、大廃棄のローマ人たちとマクチュール、統計ジャンレオンジェローム、テッピダリウム、 テオドール・シャセリオ、ビーナスの誕生、アレクサンドル・カバネル、アルジェリアの高狩り、ウジェーヌ・フロマンタン、バーブル・ドリムスキー・コルサコフ夫人の肖像、フランツ・ビンター・ハルター、ローマのペスト、ジュール・エリード・ドローネー、ムーア・王子配下のグラナダでの裁判抜きの処刑、アン・リル・ニョー、ロベール経験王のハモン・ジャン・ポール・ローランス、カイン・フェルナン・コルモン、サン・プリバの墓地、アルフォンス・ド・ヌ・ビル、ロジェ・ジュールダン夫人の肖像、 アルベール・ベナール、手術の前アンリ・ジェルベクス、画家、トーロウト、彼の子供たち、1895年、ジャック・エミール・ブランシュ、突撃、アンドレ・ドゥ・バンベ、真実・リュック・オリビエ・メルソン、サッフォージャン・ジャック・プラディエ、ダンス、ジャンバティスト・カルポー左、ポンペイの掘り出し物イッポリト・ムーラン、右、統計の勝利者、アレクサンドル・ファルギエール、ダビデ・アントナン・メルシエ、 サラベルナールの胸像ジャン・レオン・ジェローム。科学の前にベールを剥ぐ自ゼン・ルイ・エルネスト・バリアス。泉のミューズ・ジャン・バティスタ・ユーグ。六大陸オルセイ美術館・カンガイ彫刻。オチボ・ヒロイン・ジャン・フランソワ・ミレー。工作。ニベルネ・チホーニテ。ローザ・ボヌール。クリス・パント・スカパン。オノレ・トーミエ。オルナンの埋葬・ギュスター・ブ・クールベ。選択女・ポール・ギグ。星草・ジュール・バスティアン・ル・パージュ。 収穫者たちへの宝球レオン・オーギュスタン・レルミット、黒い大地・コンスタン・ムーニエ、夏の夜・ウィンスロー・ホーマー、偉大なる・農民エメジュール・ダル、トゥルービルの海岸・ムジェーヌ・ブーダン、草上の昼食・エドアール・マネ、バティニョールのアトリエ・ファンタラ・トゥール、ユリカゴ、ベルト・モリゾ、赤い姉冬の効果カミー・ユピサロ、ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会、ピエール・オーギュスト・ル・ノワール、 メリックの別荘のテーラスにおける家族の集い、フレデリック・バジール、ルーアンの大聖堂、ヒル・クロード・モネ、オペラ座のオーケストラ、エドガードが、庭で縫い物をする若い女性メアリー・カサット、ポール・マルリーの洪水と、小舟、アルフレッド・シスレー、イブリーの落葉、アルマン・ギオマン、カード遊びをする人々、ポール・セザンヌ、ファン・ゴッホの寝室、白い馬、ポール・ゴーギャン、サーカス、ジョルジュ・スーラ、 ハイストの浜辺ジョルジュ・レメン、ユーカゼ・アンディエド・モンクロス、1871年5月、パリのガイロ・マクシミリアン・ルス、女道結社イコールユーカワン・リド・トゥールーズ・ロートレック、オルフェウスの首を持つトラキアの娘、ギュスターブ・モロー、海岸の少女たちピエール・ピュービス・ド・シャバンヌ、ポール・ベルレーヌの肖像ウジェーヌ・カリエール、ブーツダ、オディロン・ルドン、フンコウ、フェルナン・クノップフ、墓堀��プの死、 カルロス・シュバーベ、セイオン・アンリ・マルタン、色絵付け装飾皿、エミール・ガレ、ベナールテの食堂アレクサンドル・シャルパンティエ、タリスマン、ポール・セルジエ、愛の森のマトレーヌ、エミール・ベルナール、コーシシマノ・ブラウス・ピエール・ボナール、寝台で、ビュー・イ・アール、セザンヌ・ライサン・モーリス・ドニ、存在・ジョルジュラ・コンブ、戦争・アンリ・ルソー、聖堂時代、オーギストロダン、弓を射るヘラクレス・アントワーヌ・ブールデル、 地中海アリスティドマヨールありがとうございます。